結論から言うと、オタクチャンネル。ワールドトリガー。ワートリの好きなセリフをあげる。みんなの反応集。よし、発表していけ。風神、起動。そこまじ鳥肌立ったわ。敵の位置を教えろ。で締める休館が悪いところもある。自分、単行本派だったけど、最後のページの見開きで、あれが来られると、もう次の館が待ち遠しくて、待ち遠しくて。俺もこれだわ。あそこはワートリでも屈指の名シーンよ。あなたが失敗したんじゃないわ。向こうが対応したのよ。キトラのセリフは大体好き。努力なんて一週間や、そこらで実を結ぶものじゃありませんから。キトラって結構名言多いよな。ダメでもともと、負けも経験、いかにも三流の考えそうなことね。勝つつもりでやらなきゃ、勝つための経験は積めないわ。これとかは、自分の座右の銘になってるわ。負けが続けば、無償の優しさはいずれ、重荷に変わります。キトラいいよね。私は永久、やるって言ったからには絶対にやるのよ。目の前の目標から目をそらして、方向の違う努力に、時間を費やすって言うなら、それは単なる現実逃避よ。私はそんなことに付き合うほど優しくもないし、暇でもないの。優しくないようで優しいセリフなの好き。自分の弱さをよく自覚していて、それゆえの発想と相手を読む頭がある。知恵と工夫を使う戦い方は、俺は嫌いじゃない。こんな言葉をかけれる人間が一体何人いると思う？勝ち目が薄いからって。逃げるわけにはいかない。いつ聞いても好きだわ。うちの隊長を、先輩と呼んでもらう。じゃあこっち側は私が全員倒す。気持ちの強さは関係ないでしょ。気持ちの強さで勝負が決まるって言っちまったら、じゃあ負けた方の気持ちはしょぼかったのかって話になるだろ。その前も大事。気持ちの強さは関係ないでしょ。戦力、戦術、あとは運だ。これもワートリの基本姿勢を明言してる大事なセリフ。リアルでいいよね。気持ちなんて強い状態を持ち寄ってるのが前提だから考慮する意味がない。素人同士の戦いならともかく、少年漫画でこんなことを味方サイドのキャラが言うか。トリガーでの戦闘に関わらず、競争闘争すべてに通じる名言だよね。これ米屋、落とせたまばか。泉、落としてくださいだろ。なるほどなるほど。勝てると思ってる奴は好きだらけだな。やれやれ、これだから戦いはやめられない。果て、有利な相手、不利な相手なら覚えがありますが、真に己より強いか弱いかは、勝負決して後わかることでありましょう。おじいちゃん戦闘強すぎるんよ。あれれ、なんかゾエさんの犠牲軽くない？クマちゃんに化けるなんて、許せない。貴様のような奴を倒すため我々は、牙を研いできた。来いよ、ミスターブラックトリガーお望み通り遊んでやるぜ。格上の相手にも堂々としてる、スワさんマジかっけっす。そうか、君たちはこの場合、将来を見越して、たかが32人は見捨てるべき、という意見だったな。起動指令最高っす。緊急脱出のトリガー一つ作るにも、金と材料と人の手がいる。湯水のごとく相手、デルトでも思っとるのか。少しは考えて質問しろ。ここのキムタさん、最初は普通に言い返してるだけだと思ってたけど、多分隊員全員にベイルアウト持たせたいって誰よりも思ってそう。こっちだって向こうの技術を真似しとる。逆があっても驚きゃせんわい。これは有能たぬき。何事も綺麗事だけじゃ回らないんよ。特に裏方組は。心配するな、いつかちゃんとお家に帰れる。泣いた。負けてやるつもりはねえ。これは夫人のコメント。ランク戦ラウンド3のユーマの、そこか。顔もセリフも声も演出も全部悪役のそれなんだよ。アカネちゃん逃げてってつい言っちゃうよ。3つの教え。その1、自分のことは自分で守れ。親はいつでもお前を守れるわけじゃない。その2、正解は1つじゃない。物事にはいろんな解決法がある。逆に解決法がない時もある。1つのやり方にとらわれるな。その3、親の言うことが正しいと思うな。ゾエさんはすごく丸い。そうだね、マイさん。ゾエさんは丸いね。謎の生き物第一声。ナイスキル。短いけど、鳩原のこととか奥行きを感じさせるセリフ。お前は雨取りを守れ。死ぬ気でだ。変換すると雨取りを守れ。そのためなら死んでも構わん。これは変換したオサムが悪い。メガネ君はそう言うだろうと思ったよ。新しい連中がどれだけ派手に追い抜いていっても、それであいつらの価値が消えてなくなるわけじゃねえんだ。自分がそうするべきと思ったことから一度でも逃げたら、きっと本当に戦わなきゃいけない時にも逃げるようになる。ルールってのは世界を回すためにある。お前を守るためじゃない。当たり前のことをやっていては先を行く人間には追いつけない。腕がいい。工夫もある。戦う力は持っている。だが勝敗はそれ以前に決まっている。頑張ったな、工夫したな、毎日練習したんだろうな。けど残念、未来を決めるのは勝敗だけじゃないからな。悔しいって思えるなら、まだ強くなれるはずだから。未来はもう動き出してる。お前の予知を覆したくなった。全ての状況で完璧にやれる人間なんていないでしょ。言って遅いな、マップ立つだ。ガッケンなクソマップじゃねえか。よし、俺が指揮取るぞ。二宮、なんかあんだせ。ほら見ろ、結局こうなる。でもさっきよりムカつかないわ。一番好かれる隊長ってこういう人なんだよ。諏訪さんの適当そうに見えて、しっかり隊長やってる感じいいよな。俺のサイドエフェクトがそう言っているわ。人生のどこかで使ってみたい名言。リアルでどう使うんだよ。俺の勘に言い換えればいける。何言ってんだこいつってなるからやめとけ。姉です、妹です。これは草。ほなよろしくお願いします。いや、
そういうのは関係ない。村上と太一はどんな状況でも車をかばうよ。鈴なり第一ってのはそういうチームだ。隙を加速させるセリフ、今までの一番を取ろう。最後にこの4人で、もうほんとどの舞台も好きすぎる。外れる球なんか打てるかよ。あの程度では防御のうちに入らない。うちのスナイパーどもは変態だな。全然違うね。0と1くらい違う。打てない奴はどこまで行っても打てねえが、打ちたくない奴は追い込まれれば打つ。飢え死に寸前なら食いたくもねえもんも食うだろ。ここのトーマほんと好き。私は本当は人を傷つけるのが怖いんじゃなくて、人を傷つけたことを誰かに責められるのが怖いんだと思う。これすごく共感できる私。なんでもっと本気でやらねえんだ。毎回毎回全力出さねえ理由ばっか探しやがって。上級者の壁だと一遍でもまともに壁にぶち当たってから言いやがれ。わかるよジャクソン。親の言う通りにやったとしても自分が大人になる頃には全然通用しないかもしれない。そうなった時に慌てないように自分の勉強もしてるの。将来親の言うことが外れた時に親のせいにしなくて済むように。精神年齢はすでに大人を超えてるんよ。アートリは自分より強い相手と戦うときは勝とうとしちゃダメだ。引いて守って時間を稼ぐ。そうすれば他の仲間が楽になる。弱い駒が強い駒の働きを止めてるってのがすでに戦果としては十分なんだ。この言葉でピルレ上がりました。ありがとうございました。モールモットを一匹殺すには少なくともオサムが20人いなきゃ無理だ。それで勝てたとしても20人中18人のオサムは死ぬ。行くか行かないか決めるのはオサムだ。でも俺は行かない方がいいと思う。冷静な判断と経験、オサムの判断を尊重しながらも行かない方がいいと控えめに言う。キャラを語る名セリフだと思う。オサム死ぬぞ、だからって見殺しにはできない。ここで突っ込むのが漫画では普通だから。いやもっかい言うけど、オサム死ぬぞは印象的だったな。いやでも冷静にさせられる。それでも突っ込むオサムは一貫からベンチメンタルを発揮していたわけだな。そしてユーマの言葉通りサクッと負けるオサム。そのオサムが大規模進行時にはソロでもオルモット倒せるまでに成長。諦めないって大事だね。オサムが怪我した時にユーマが見舞いに来ないであれと思ったけど、オサムに責任を負わせないようにレプリカのこと調べててさ。あの優しさ、俺もオサムみたいにボロボロ泣いたわ。ユーマも優しいけど、オサムが会見で責められた時、これをユーマと近にやったら許さない的なあのセリフで、自分のことよりもチームのメンバーのことを考える優しさを感じた。ユーマ泣くなよ。オサム傷が痛むんだよ。好きです。ユーマのサイドエフェクトを生かした素晴らしい演出。大規模進行から記者会見は完璧すぎる。ほんこれ俺ジャンプでボロボロ泣いたのメリーゴーの仮装以来だったよ。やばい時は逃げないとそのうち死ぬぞ。逃げるのも戦いのうちだ。死んでも戦った方がかっこいいと思ってた俺が大人になって気づいたセリフ。僕は助けに行く。勝ち目が薄いからって逃げるわけにはいかない。さっきのと相反するセリフだけど、オサムという人間性がよく出てる。いいセリフだと思う。僕はヒーローじゃない。誰もが納得するような結果は出せない。ただその時やるべきことを後悔しないようにやるだけです。ここまでいろんな人に助けてもらった僕は、僕のやるべきことをやる。反省は全部終わってからだ。僕は街の人を助けに行く。武器がなくてもやれることはあるはずだ。自分がそうするべきだと思ったことから一度でも逃げたら、きっと本当に戦わなくちゃいけない時にも逃げるようになる。自分がそういう人間だって知ってるんだ。ネイバーにさらわれた皆さんの家族も友人も取り返しに行きます。責任とか言われるまでもない、当たり前のことです。彼はヒーローなんだよ。無謀とか無茶だとかそんなことは置いといてかっこいいと思います。やはり彼だけが己をヒーローと知らない。皆さん好きなセリフはまだ2万個くらいあると思いますが、ぜひコメントで教えてください。